赤坂ニュースの時間となりました。本日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、最近の気になるニュースです。 LINE の情報漏洩、 LINE ヤフーに総務省から2度目の行政指導。 LINE の利用者の大規模な情報漏洩問題では、運営会社の LINE ヤフーに対し総務省が行政指導を行い、会社は再発防止策を提出していた。これについて総務省はこの内容が不十分だとして2度目の行政指導を行ったということで、はい、LINE の、ね、危険性についてはこう賛成党の中では結構お話ししているので、うん、一応気をつけてはいるんですけど、そうですね、大規模な情報漏洩を、うん、があると、ね、なんか思うんですけど、まあ、LINE なんてね、私ちょうど大学生ぐらいの時に流行ってたので、うん、ずっと使ってきてますけど、うんね、なんか日本の技術、今のね日本の技術からして LINE とか海外のそういう SNS に頼らなくてもそんなもんいくらでもできんじゃないかなって、ね、ね、本当に思いますけどね。その辺も詳しくね聞いていければなと。望月君の大学以降の思い出全部もう漏洩されてるっていう。それきつい、それやばいかもしれない。はい、それでは本日のゲストをご紹介いたします。元通訳捜査官で外国人による犯罪や工作活動に見識が深い坂東忠信さんです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。坂東さん、特殊な経歴をお持ちの、はい、ということで、まあ、特殊というかですね、はい、気がついたらなんかいろいろやってたなみたいな感じなんですけど、はい、警察官18年やってた中で、はい、その半分くらいは、北京を使って中国人犯罪者を取り締まったり逮捕したり、あと通訳をしたり、あとガサって、捜索ですね、一緒に入っていったり、あとは、まあ、いろんなことをやりました、ね、日本で北京語を使って中国人の、はい、そうです、福建省の方からの密航者が多かったんです、うん、めちゃくちゃに多くてですね、うん、私が新宿池袋、まあ、激しいところでやってたんですけど、はい、そこで本当に石を投げたら中国人に当たるっていうのは本当にマジそうだなと思いました、うん。今と違ってですね、密航者が普通に海から上がってきて、うん、でそこら辺歩いていいんですね。へ、うん、まあ、そ、ただみんな職務質問すれば大体喋れなかったりとか、あと身分証持ってないんですけども、うん、今は密航者っていないですよね。でなんでかっていうと、もう密航する必要がなくなったんですね、うん、今はきちんと向こうは向こうで上品になって、ちゃんと偽物のパスポートじゃなくて本物のパスポートの中に、本人の写真入ってるけども違う人の住所とか名前とか生年月日入ったなりすましっていうやつがですね、そのパスポートが向こうで本物ができるんです。だから本物のパスポートの中に嘘が入ってる、そのパスポートで来日してくるんです。もうそれは日本では気づかないですもんね、向こうで偽造されてもの、気づいてるのは気づいてるんですけども、その防止の仕方っていうのがまあ、最近まではなかなかなくて、それを今止める技術としては顔認証であるとかですね、そういったものがやっと入ってきて、だから私が辞めてからその顔認証が導入するあたりまでは分かってても止められなかったですね。職務質問してパスポート出せって言ったら本物出てくるわけですよね。そうですよね。だからお前偽物だろとか言えないですよね。そうですよね。はい、そんなそういう時代なので、そういう時代になりながらも情報の世界っていうのはまあ相変わらずやられっぱなしという感じですね。もうね、はい、少し自己紹介していただいたらもうどんどん闇が出てくるっていうそうですね、ことなんですが、それではですね、今日のテーマはこちらとなります。 SNS 身近なツールから忍び寄る危険ということで、先ほどニュースの方でも LINE の情報漏洩のお話をしたんですが、はい、これは私が LINE が危険だよと言ったのはもう随分もう4年ぐらい前、もっと前かもしれないですね、うん、虎ノ門ニュースというところに出てた時に、はい、LINE とあとはカスペルスキーというロシアの方のこれはウイルス対策ソフトとかですね、はい、それからあとは LINE とカスペルスキーと、Facebook、こちらも危険ですよというようなお話をしたのを覚えてますね。Facebook は別ですけども、はい、大体そういったものっていうのは軍事関係の人が作ってたりとかですね、あとファーウェイも危険だよなんて言ってましたけど、あれも
解放軍と関係のある人が、社長になってですね、うんうん、そういうふうにやって発展してきてるものなんです、ね、じゃあそもそもその情報を取ろうと思って作ってるってことですか、うん、そこはどう思ってるかだから内心の情なんでそれは何とも言えないんですけどもただこの LINE についてはですね、まあ、皆さん今あの国民のほぼ8割が使ってるなんて言われますけども大体私が計算したところでは 77% ぐらいが使ってるんですね、うん、で今も増え続けてますですよね、うん今2億人近いユーザーのうちの、まあ、1億にならないぐらい、8000万ぐらいかなそれぐらいが日本人のユーザーなんですねうんあとは世界に散らばってるあの台湾の方もいたりとかもしますけどもだからその日本人のほぼ8割近い人たちが使っているこの LINE についてはこの開発者がイ・ヘジンって言ってですね、これはあのネイバー社 のトップなんですけども、はいこれはもともとはあの KCIA 韓国今の韓国、国家情報院ですねここの検索システムを手掛けて作った人なんです、うんうん、その人が、LINE というのを最初から LINE としてではなくて私もちょっと調べてみましたらゲームの中でお互いになんか通信しながらやる、うん、そこから発達してったらしいんですね、うん、そしたらこれ使いやすいって言ってそのうち LINE だけがあの特化してきて、はいうん、それが使われるようになったんですけどもどうも韓国人にその話を聞いてですね、まあ、韓国の協力者もいたりとかするんで、はい、韓国に聞いたら韓国人がまずびっくりしてたのは、うん、日本に来てみんなが LINE を使ってることだって言ってました、うん、韓国ではそういうのもみんな分かってるんでだから LINE はやべえって言って、うん、カカオトークって聞いたことありますないですね、あの黄色いやつですよね、うん、なんか多分そういうやつだと思うんですけども、はいはいうん、カカオトークを韓国人はみんな使ってて LINE 使ってるやつはいないとへえ、そうなんですか そ, うなんですそれって LINE って使ってる上でどんなところが注意点というかなんか留意点というかまずいところになるんですかね、うん、あそうですね、はい、まずあの LINE っていうのは、はいまあ、今あの主に、ね、あのチャットみたいにこうやって使うと思うんですけども、はい、LINE をお互いに通信するときに電話番号入れないですよねで入れないですね。宇宙さんが私と連絡を取るとか、はい、工藤さんが連絡を取るときにバンドの電話番号はやらないですから、はい、ということは電話帳そのまま直結してるわけですよね、うん、それをどうもあのその前にですね2021年の3月ぐらいだったかと思いますけども、はい、どうも中国側に抜けていたんではないのかと電話番号が何が抜けてたかっていうのは具体的にはこれあの出てこないんですけどもその管理なんかをあの中国側に任せてたんです中国の2つの会社に任せてたんですけども、はいはい、その時には中国側には国家情報法っていうのがこれできてまして、はい、この国家情報法というのは、中国の情報活動諜報を含めた情報活動ですねこれに関して、協力しなければならないという義務規定みたいなのがあるんですよ、はいうん、それがある上でそういった国に外注してた部分があったんです、はい、そのユーザーのデータの管理、うん、例えばあの、よくないその投稿について監視して削除してもらうとかですね、うん、なんかそういうようなところをやったりとかあと受託してた中国の会社っていうのは AI の会社だって言ってましたね、うん、そういうような状況が出てくると、うん、その会社でちゃんとやってくれりゃいいんですけどもその国家情報保護法があるということは中国側から中国政府から、はい協力しろよって言われたら協力せざるを得ない状況なんです。うん、それともう一つこれ問題なのは、実はですねこれあんまり私言ったことはなかったんですけども、選択っていう月刊誌のですね、はい2022年の2月号に載ってたんですけども、うん、警察日本の警察がですよ警察が、今犯人を逮捕すると犯人が LINE でお互いにね連絡取ったりとかするじゃないですか、はい、その履歴をきちんと分析しなきゃいけないわけですね、はいはい、そのためには警察の方から LINE にこの間、坂東忠信っていうこいつを捕まえた私捕まったことないですよ捕まえたのでこいつがあのいつからいつまでの間誰と連絡を取ってとか、はいはい、ちょっとそれを あのお願いしますということで照会をかけるんですね、はい、これかあの捜査関係事項照会書っていうのを書いて出すんですけどね、うん、でそれを受けた LINE の方ではそれをあのリクエストに応じてちゃんと分析して返さなきゃいけないです何時から何時まで、うん、ただそれがものすごい量あるわけですよ、うんうん、あの1人だけでも量はあるし全国で捕まってる人たち全部見るわけですから、ねうんはい、そうすると LINE の方でも大変なんでその検索警察に対応した検索システム LPL ツールっていうのですねこれを作ったんです、うん、作ったのは LINE が外注した中国で作っちゃったんですよ、うん
で作ってそれを LINE がもらってただけではなくて、その運用まで中国に任してたんです。どういうことかというと、日本側であれこいつスパイじゃないかなと、私みたいな地元ですけども、公安のねそっちの方であれこいつスパイじゃないかな、どういうやり取りしてるのかな、ちょっとどう考えても怪しいぞっていうのを紹介にかけると、はい、LINE から中国側の企業から向こうに抜けてた可能性があるんですよ。これは LINE が問題になった後の話です。そのさっき言った AI の会社なんかにね、ユーザーの情報が全部抜かれてたんじゃないのかと言った後にもこういうことをやってて、今回2回目の、行政指導というふうに入ってるわけですね。で具体的に何が私は心配なのかというと、はい、いっぱいあるんでですね、今回お話しきれない話しきれないですね。次のこの電話帳の画像の方ですね、これ見ていただくと分かります。電話番号を電話番号から誰が、例えば私を特定しようとした場合、はい、韓国の情報員の関係とかね、中国側が特定しようとした場合ですよ、私の電話番号が分かったら、その電話番号を誰が登録しているか、一覧表を作りましょうって言ってこうやって登録する、作れるんですね。これは具体的に言うと、私の電話番号が0809988だったとしますね、はい、これを登録している人を全部抽出すると、 A さんは坂東忠信、 B さんはターちゃんとか、 C さんは忠信B さん、こう書いてありますよね、例えば E さんを見るとお父さんって書いてあって、はい、載ってるってことは、そうです、これは私の娘とか息子だって、バレバレですよ、ね、その段階特定されて、この娘息子はどういった写真をアップしてるのかなと見てみたら、そしたら息子が彼女と初めての夜パチッとかって撮って、すっぱだかで、そんなのが出てきて、それを脅しに使えますよね。脅しに使うんですね、いろいろ使えますね。だから例えば F さんの場合、坂東先生なんて言ってくれる人とかは、まだあれですけど、忠信って書いてあるっていうのはどういうことだと思いますか。親、そうですよね、親とかおじさんとかおばさんだったら忠信って書くかもしれないですよね、で B さん、ターちゃんハートってきたらこれやばいですよ、ちょっと奥さんでなければ、ちょっとどっかね、赤坂のママとかね、銀座のママだったりとかするかもしれないし、なんかそういったところでね、じゃあそうすると、じゃあこの B さんというのはどういう人なんだと、ターちゃんハートまでついてるってことは相当親密だなということで分析ができるわけです。でその後に、今度、利用状況とか経済状況、実は LINE 調査報告書、最終報告書でこれ分かったと、経済安保、経済安全保障の責任者設置をということで、2021年10月の18日、これ NHK で報じられた内容ですね。その中にこれ書いてあったのは、画像や動画、アルバムやタイムライン、それにスマホ決済の LINEPay の取引状況などが韓国のデータセンターで管理されています。いつどこで誰が何を買ったかっていうのまで、全部いくらのものを買って誰に送るようにしたのか、そこまでわかります。何を買ったのかまでわかります。彼女に何を買ってあげたのか、いくらぐらいの金をぶち込むぐらい の、 惚れ具合なのか、そうですね、全部わかりますよね。なんと、その他にも LINE でできる話っていうのはいろいろあって、で例えば、誕生日機能なんかありますよね。誕生日になるとお知らせ来ます、はい、そうすると普通誕生日が来てお知らせを設定するっていうのは、お父さんお母さんとか息子娘とか、はい、あと彼女だったり浮気相手だったりしますよね。それだけでももう絞れますよね。さっきの電話番号だけでも絞れるんですけども、さらにあとはマイカードを利用する、マイカードポイント、これをどこでポイントピッてやってるか。あ、今みんなお金払って釣り線こうあったり長年やったりとかするのめんどくさいんで、みんなやってますけど、ピッとやれるじゃないですか、はい、ポイント貯まりますよね。それを分析したら、何時何分にどこでピッとやることが多いのか、どこら辺の店が多いのかを分析すると、自宅から仕事場所まで立ち寄るところが大体こう決まってくるわけですよね。とんでもない出張してると遠いところとかって、出張してるところは1回ぐらいしか行かないけども、 1,2 回行くか行かないかですけども、自宅の周りってピッとするところとかいっぱいありますよね。そうすると、あ、ここに立ち寄ってんだなとかね、あ、ここの飲み屋によく行くんだな、そういうのが全部これ分かっちゃうわけですね。
あとよく行く、お店であるとかですね、そういったところもバレてくると、じゃあそこに配置してきっかけを作ろうか、坂東の弱みを握らなくてはっていう時にね、あとどうしても、来れなければ、息子からお父さんのファンなんだよとか、ね、そういう風に来られると今度うちに連れてきていい、ちょっとおじちゃんだけどもとかで変なやつが来たりとかね、する可能性がありますね。はい、なんか抜かれてる情報は外形上のものじゃなくて、自分のこの思想とか心情だったりってところ、そのメンタル状況っていうところも全部抜かれる結果につながるなっていうふうに思いますね。本を買ってどんな本を買ってるのか、そうですよね、本当にそうですよね、怖い話ですね、はい、もうだから現金と電話帳ですね手紙と対話いや恐ろしいですけども、はい、まあこの後半ですね、またそのね LINE の実情とか、あと対策も聞いていきたいと思います。はい、はい、後半のコンテンツについては当院は無料で視聴が可能です。当院でない方はニコニコ動画の方でご覧いただけます。詳しくは概要欄をご覧ください。それでは引き続き坂東さんよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ皆様にはチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。